このオーフェン歯がない。俺が7歳の時だな。へえ、歯が生え変わるのってその頃だったっけ。さあな、その歯は戦闘訓練で折れたんだ確か。戦闘？戦闘訓練つっても基礎中の基礎の段階だ。両手を縛られて棒でひたすら殴られるんだ。基礎ってそういうものなの？精神を鍛えるためにな。黒魔術師ってそんなに子供の頃から訓練するものなんですか？牙の塔はちょっと特殊なところなんでな。でもさ、なんでティッシュのアルバムにオーフェンの写真がいっぱいあるの？ま、彼女は家族みたいなものだから。俺ら3人は孤児院にいた頃から一緒だったんだ。3人？ティッシュとアザリ、孤児院で幼児の俺を世話したのがこの2人だったのさ。それが3人が3人とも塔に連れてこられて同じ教室に入ることになったんだから。オーフェンかわいい。王子様にもこんな頃があったんですね。お前ら俺を何だと思ってるんだ。小さい時から今みたいだと思ってました。まったく。こんな時間に外出か？あなたが犯人じゃないとフォルテに伝えないと。そうじゃなければ私も今の塔になんて行きたくないわ。だったら明日にすれば。せっかくあなたが戻ってきてくれたのに、これ以上塔に引っかき回されたくないの。このままここにいるんでしょ？俺はもう戻れない。もう何なのよ、あんたもフォルテも。男ってどうしてこうなのかしら。